だってこのコース大体もう福岡の人から見たらね、もうこれが終わってから行こうってことなんでしょ。だけどまあ月曜日はもう過ぎ去った後ですよね。そうですね。あの方が帰ってあれじゃないですか。でまあその何どうしても月曜日までにその納得のいくものを取れるなら火曜日まで来てもらっても構いませんよ。それあの結局木曜日の放送でしょ。そうですね。だっけそれでなるべくお時間他のことのことで動かれなくって、そのなるべくねいいのが取れた取りたいっていうので来られ来てくるをいただく分には全然構いませんので、はい、あのただ月曜日はですね、うちヤフオクの終了が日曜日の夜って決めてるんですよ。でもし大量にあった、まあそんなのたくさん出してないからあれと思いますけど、それのこうあれとかでごちゃごちゃこうやってることあると思いますけど、別にもうそれはあれなので、で明日は市場の普通の道具市の市場の集荷が来るので、はい、あのそんななんかアンプとかなんかビヤーっと下ろしたりとかしないといけなかったりするので、そこら辺がちょっとすいません、あのその時だけちょっとガタガタすると思いますけど。アンプって何どこのがあるんですか。何のアンプですかね。ちょっとごめんなさい、あの今ねリフトの上に乗せてましたよ。あのそういったあの道具の市場なんですよね。で、あの結局ネットオークションに出せばいいものもありますけど、送料がかかる、重った重量物とか送料かかるじゃないですか、はい、そしたらもうそういう交換会に出すんですよね。だからこの売り場に並べにくいものって言ったらゲーム機とか家電とかいうのってなんか似合わないでしょ、その売り場には、はい、狭いから、うん、だからそんなのが全部大体ネットオークションなんですよ。あの送りやすいものでそれ以外のものはそうやってこうそれこそ高砂に組合があるんですけど、そこの1階に市場があって、その分ので、で大体7のつく日にあの市場があるので、あでないや17日か17の向けかな、なんかとにかく集荷が明日ですね、はい、なのでであれですよ、あなたのスマホ覗くみたいは本当にもう7月の1日にたまたま天神歩いてて、はい、あのたまたまだったんですよね。だけどなんか私が偉い喋るもんだから、あのなんかあのリポーターのあの可愛いあのお嬢ちゃんいるね、あの何々さんかな、あの人よりも喋ってたのでだけ仕込みみたいで、やだけ饒舌はギーやなと思いながら、いやあれ前から見ててね、あれたまたま引っかかると結局スマートフォンの中って仕事の話が入ってるからね、ちょうど会社をしてる人とかにしてみたらいい感じで会社 の結局アピールになるんだな、あれ捕まると楽しいいなって思ってたんですよ。だたまたま捕まったんですよね。それが本当は連れの方が捕まったんですよ実は。でその連れの方がいやーって印象を受けど、いや私いいよ私大丈夫ですよって言ったらなんかあんな感じになったんですよね。うん、いやそしてまたあの反応がいいですね、こうそういう時の、あの要するに天然ボケでしょうけど、いやこうこっちは突っ込みたくなるような感じのこうね、あのほらあのなんかほら全て喋って全て分かって話してるんじゃなくて、えって言われるから、えみたいなつく、ね、スーパーもおいおいみたいなのが入れやすいですよね。なんかあの上手ね。あのでまああれでもそんな言いながらも皆さんすぐまたそれも OK じゃ ないでしょうからね。そうでしょ、ね、だってあれだってプライバシーの塊ですもん ね、 そうですね。私みたいにほら捕まったらいいなって思ってる人ばっかりだったらいいけどね、まあ、めったにいないちょっとめちゃくちゃ面白いことめったにいないやっぱしやっぱそうです、ね、いやでそれでね結局私はあの身内に全くその許可を取らずに祖父の写真を出してるわけじゃないですか。だもんだからあの母の七回忌だったんですよね、この間ついこの間ね。でそれで、まあ、おじたちとかに会うでしょ、だけすみません事後報告で申し訳ありません、あの勝手におじ、あのおじいちゃんの写真出しましたと、いやいやみんなのおじいちゃんやけん別に誰の許可を得るっていうこともないやないかって言うと、いやでもそれでもねおじさんたちにとっても見れば近いですからね彼らと、で息子やけんね、だけどね一応あれだからみんな喜んでくれてました。うん、あのあとなんだっけあの LINE とかでつながってるねいとことかあったな、もう久々のヒットやったとか言ってからね、みんなあの身内は喜んで楽しんでくれてました。
あとそれにあれってやっぱりあの時間ってすごく皆さん見てらっしゃるんですよね。そうですね、うん、本当にあの結局ほら天気と時間のあれも大きいからみんなもうつけてるんですよね、見てるというよりもね、うん、うん、だからあのちょうど見てあった人たちが結構ほら知り合いが見たよっていうお客さんもそう、うん、だからあれはありがたかったです。しあの初めての人が知ったというよりもそのもともと知ってる人がもうまた再確認みたいな、うん、うん、いやだからなんか何か活動してある人は取り上げられると私はものすごくいいと思うんですよね。いやだからあの今回の趣旨はよく分かってるので、あとはお客様がどのくらい協力してくださるか、うん、あとは僕の引きでしょうね。ですね。そこごめん、そこはさ私がこうせれっていうとこじゃないもんねそこは持っとうか持ってないか。だからここ何日かの過ごし方とか神頼みじゃないけど、やっぱちょっとこうどっかに勝負の神様に参拝するとかお守り買うとか、あとはそこはすいません、私はそこはもうね人事は尽くしますけど、あとは天命を待つみたいなまあ一応だけ私のできる範囲であのなるべく頑張りはします。あの趣旨はよくわかります。いやだけあのいい感じのものが取れればね、うん、ただねやっぱ台風気象圏禁止じゃねえもんね大体、うん、無理やり普通来んもんね。まあそれはしょうがない、そこはそれも含めてそれも含めて、だけどもしかしたら来週の方がいいかもしれませんね。うん、まあ時間の許す限り、はい、うん、あのあれしてください。だけどもうあのたまにはそこ座ってからあのあれしてくださいね。うんうん、荷物を置いていってもいいですか？あ、いいですよ、そこは全然もうあのそういうこと鍵閉まりますから、ただ普通にお客様がいらっしゃるスペースに置いとかないでください、はい、うん、あのスタッフだけスタッフオンリーの方に置いとってもらえれば、はい、うん、でもう7時でもうピシャッと閉めます。はい、7時でもうピシャッと閉めます。うちは一応残業しないっていうのがモットーなので、うん、っていうかねそうじゃなくてね、あの私はだらだら残業するよりも要はちゃんと余暇の時間にこう爪を研ぐとか歯を研ぐとかね勉強するとかなんか、うん、なんか新しいことを吸収しないと新しいアイデア生まれてこないからですね。あとはゆっくり休むなら休まんとね、なのでこうオンタイムにしっかり集中してやるというでか、ただねあなた方の仕事はねそんなゆとられんもんねいつがオンタイムなのかみたいな話だもんね。うん、なんかあなた方はまたちょっと違うでしょうけど、私たちはもう時間お客様を待ちの商売なのでその時間はちゃんとやるけど、その後は充電の時間は大事にしてるので、一応うちは残業は恥ということをしてますって言いながら私も結構残業しようじゃね、私の方が島さんがあとごめんあとすぐ帰るけ早く先帰っとってとか結構言うけどね、私の方がちょっとあのあれなんですよ、下手くそなんですよ時間配分がね。いや素顕せんといかんと、だって私ね公園大会でもう50過ぎやけんね、しっかり寝とかんともうダメなんですよ。もう頭働かんもう大体頭の回転がいい方じゃないっちゃけど、もう全然あのちょっと他のことしょったら今まで何しょったか忘れとぐらいやけんね、もうね、だけどもうだんだんちょっとそうなってきますけどね。でもせっかく来ていただいてるのであのいい感じのね、うん、いい感じのやつが取れるといいですね。お客さん呼んでくるわけかけど、でも例えばさここ何日かでもここ何日かで来てもらったら買い取りアップみたいな言葉言ったらさ、台風が来ようけん危ないけんね、呼べんじゃん、うん、危ないもん。それかテレビあの取材が来とけテレビ映りたい人おいでよみたいな。でもそれでもよ、台風が来とってそのねあんなのに何かあったらいかんけんね。そう台風が過ぎた後やったらちょっとそういうのもね、あのテレビに映りたい人どうぞみたいなね、うん、それやったらいいけど、ちょっとね台風来よけんね、ちょっとそれがあって何かあったら嫌やけんね。過ぎた後やったら言えるとか、途中でなんか温帯低気圧に変わってもうねなんかどの子になりましたみたいな、ちょっと今回風量勢力が大きいけんね、ね、ほらコースが悪かろうが、
ね、このコース通ったら福岡危ないっちゃ。ちょうどハマっとるもんね。この間のはもう下回ってくれたよね。ほらこう用ないっちゃん、これがそのまま朝鮮半島の方に行ってくれたらいいばって。それでも影響あるねこれね、うん、一番いかんコースやもんねこれね。だけどあとどのぐらいこうこっち側なのかこっち側なのかによって違ってくるね。これだけど右側だと風が強いんです。そうですそうです、うん、右側そう右側ですよ。いやだから私もいいよ今回は。この間のやつはもうね、あの九州山地のこっち側通ったらさ福岡もうほぼ影響なかろうが、この頃最近ね、最近の台風大体そっち側ばっかりやったけどね。その代わり近畿地方とか他のところすごかったけどね影響がね。このコースとら通られるとちょっとまずいよね。だけどちょっとあのなんもなかったね。そんな気をつけないかんもんね、そんな引っ込めないかんもんとかね、うち置いてなかったもんね、はい、ね。前はねあそこのちょうど今上り箱大きいところあそこに植え込みがあったった。あれがゴロンって倒れるいつも植え込みもこっち持ってきてる。だからもう私植え込み自体をやめたよいやだってもう雨降りなんかびしゃびしゃだね。だからそんな重さない関係さ、もうその前から引っ込めて、まあ、だから引っ込めてどうのこうのとか、だから植木とかなるべく切らんのはそういうこと、うん、本当はね置いたらどうかなと思ったりするって。もうそろそろ店じまいね本当に。